はい、それにはですね、今回の動画ではパワーポイントでショートカットキーを使ってグリッド線を表示する方法というのをね、やってみたいというふうに思います。で、まあ、このグリッド線なんですけども、どういったものかというと、まあ、マウスの操作でいうと、この表示タブをですね、押してこのグリッド線というところですね、ここにチェックを入れてもらうと、ちょっと画面だと分かりづらいかもしれないですけど、こういう点線が入って、まあ、例えばですけど、今こういった、ね、この今スライドでいうと、こういう写真を配置するときにこのグリッドを目安にこう配置することができるといったものなんですけども、まあ、ここでもですね、ショートカットキー使うことによって、まあ、もうちょっと効率よくこのグリッド線を表示させることができますんで、まあ、早速ね、そのやり方をやってみたいというふうに思います。じゃあ、それでは、まあ、グリッド線を表示したい場合は、そのスライドを開いておいて、キーボードのシフトキーを押しながら、ファンクションキーの9番 F9 のキーを押します。はい、まあ、そうすると、今これ見ていただいているように、このグリッド線が表示されましたということですね。はい、でまた消したいときは、同じくシフトキープラス F9 で消すこともできますので、まあ、このグリッド線を表示して、ちょっとこういう配置をやりたいと言ったときは、シフトプラス F9 というのをね、使ってもらえると便利なんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。